まずね、あなたのお似合いとか、あなたにお似合いのメイク、あなたにお似合いのカラー、あなたにお似合いのスタイル、いろいろあるんです。はい。この業界あるあるということで、申し上げますと、まずこのあなたにお似合いのメイクということを探している人が非常に多いということ、お似合いの口紅は何ですか、お似合いのカラーは何ですか、まあカラーコーディネートでいうといろんな、色当てをして、こういう先生もいらっしゃいます。もちろんこれは間違いでもなくて、日本人のすごく真面目なところなのですごくいいことなんですが、これ一個間違うとですね、もうその自分の何て言うかな、世界がどんどん縮まっていくんですよね。でこれね、僕はメイク講座っていうかメイク個別でやってるんです。最近ね、メルマガでも出しましたけども、個別でカウンセリングをきちっとしながらやってるので、2人とか3人とかグループになるとですね、当たるフィットする言葉がみんな違うんですね。だから個別でやっていってるんですけども、ここ、まあ、最近ずっと毎日のようにこうやってね個別でやりますと、大体の共通点があるのは、その私にお似合いというものを間違ってるということです。はい、これもう枯れ口で書いてます。私はこれがお似合いと思ってたことは、これをそういうふうに考えてること自体を間違いというふうに僕は思ってるんです。そういう人が多いからなんですね。どういうことかというと、例えばめぐみちゃんって言われる、ちっちゃい銃からめぐみちゃんめぐみちゃんって言われてる子は、なんか柔らかいメグちゃんとか、そういうイメージで周りから呼び続けられると、自分は可愛らしいイメージを作り上げていく、これが自分らしさなんだというふうにして勘違いするわけです。で周りからめぐみちゃんいつも可愛いね可愛いねって言われるとですね、もう可愛いというものに操られてしまうんですね。そうすると昨日の方もそうだったんですけど、昨日の方はめぐみちゃんじゃなくてケイコって読むんです。読み方がケイコなんです。同じめぐみって書いてても、ケイコさんと呼ばれると、ちょっと響きどうですか？大人っぽい響きとか、ケイコって言うたらなんかこうね、なんかできそうなって、そんなイメージあると思うんですが、その名前もそうなんですけども、その方は、その柔らかいイメージとか、人に、可愛らしく思われるっていうイメージをずっとお持ちやったんです。まあ、いろんな方、僕のお客様大体アラフォー以上なので、多分、今日ご覧になっていただいていることはあるあるやと思います。これ何かというと、気づくんですね。途中で自分が抑圧されて、自分の気持ちを押し殺して周りに合わせてたっていう人が非常に多いんです。これがメイクにも出るんですね。例えば百貨店でこの口紅はあなたにお似合いですよって言われたら、その口紅ばっかりを使い続けるっていうことが結構あるんですよ。であなたにお似合いって言われたから、もうそれが自分の中で安心してしまって、新しい色を使うっていう可能性とか、新しいメイクをするっていう可能性、これ今メイクで例えてますけど、これは何かというと人生の選択肢が狭まるってことです。これはメイクっていうこと、まあ、言えばメイクという表面的なことで僕は話してますけども、大体ですね、自分らしく自分にこう楽しく生きてる人っていうのは、可能性は無限大にいろんな選択肢をいっぱい持ってます。例えばメイクでも、あらそんなメイクあんのねって言って、どんどん新しいメイクをチャレンジする人は結構新しいことにもどんどん前向きにやります。でそういう人って結構、メイク品で言うといろんないらんもんまで買ったりしてるか分かりません。でもそれはね、実は一つにこう絞られていないということ、ここがすごくポイントがいいかなと思うんですね。で僕が今ノータイプのメイクをずっと皆さんにお伝えしてやってますよね。これは何をしてるかというと、低タイプ、名タイプ、耳タイプという3つのメイクは、おのおのがすごく印象の差が出るんですよね。これはもう知っていただけるね、本講座受けてる方はもうみんな知ってる。でこれ3つのメイクのおのおのが出る差が出るっていうことは、何を言いたいかというと、自分の選択肢をいっぱい作れるってことなんですよ。でこれ一般の人はそれができないんで、昨日の方も自分がキュートなイメージだと思って40何年生きてきましたっていうことやったんです。ところが実際僕がいろんなことを話してて、性格判断をしてノータイプ診断をしていくと、性格は何かっていうと、相手周りを第一最優先にする、つまり自分を犠牲にしてまで人のために貢献するっていう性格やるんですね。でこういう方って結構日本女性多いんです。
で僕のメイクに、レッスン来られるきっかけって聞いていくと、これでいいのかどうかということにちょっと疑問心を持って、ターニングポイントが来たんですねと僕いつもお話します。そろそろ自分らしく生きたい、そろそろ自分を大事にしたい、今までずっと何十年子供のため、親のため、周りの友達のため、全て自分を犠牲にしながら周りに合わせた、これはメイクも一緒なんです。だから自分らしくメイクをしたいっていうのは、人のらしく、人に言われたらしさの中で自分を演出してただけということなんですよ。ここは間違っておいてくださいね。基本的にあなたにお似合いするメイクっていうのを提案してる側は、まあ、それはそれでいいんですよ。いいんだけど、これ一つではないですよっていう選択肢をお客様にお伝えをしないと、あなたのメイクはこれですよ、あなたの眉はこれですよ、あなたの色はこれですよっていうふうに言ってしまうと、あなたのチャレンジする場所はちっちゃいものになってしまうわけですね。今回はこれでいきましょう、次はこれでいきましょうとか、いろんな新しいチャレンジをする、そういう選択肢を僕らは美容家としていろいろと僕はお伝えしたいというタイプなんですよ。だからもちろん僕のこのタイプに、否定的な人もいてるやろうし、それはもう勝手なんですね。だからお客様もどういうタイプを合わせたらいいかっていうことは、これはもちろんいらっしゃると思うんで、全て僕が 100% 正しいとは全く思っていません。思ってないけども、今日言いたかったのは、その方々が自分の人生のターニングポイントで、あ、こんな考え方があるんだって言って腑に落ちて、キラキラとメイクをやり出す、そして新しくできたメイクが今までと全く違う、でそのできたメイクが、これはこのメイクをずっとしてくださいっていう意味じゃないですよって僕は先にお伝えをしながら、でも今までにない自分のメイクをちょびっとだけ、昨日よりか今日より明日っていうちょっとずつ変えてみてください。そう変えていくとですね、まあ人生の何て言うかな、全てにおいていろんな波及をしていきます。仕事のやり方もそうだし、コミュニケーション、周りに対する対応の仕方、言動も変わってくると思いますね。だからちょっとですね、そういう部分のあなたにお似合いのっていうか、あなたに魅力的なとか、あなたらしさとか、いい人に見られたいこんなメイクとか、もうそういうのはその時々、まあいいんですけど、 TPO に応じてやってもいいんだけど、一つしかないという感覚で、お客様には伝えない方が僕はいいと思ってます。なぜかというと、そういう方にこう言われました、ああいう方にこう言われました、いろんな、専門家の方にこう言われました、一般の方はわからないから、もうそれが正しいと思い込んでしまって、結局それで何十年生きてきたけども、年齢が経つにつれてなんか違うっていうふうに思って、っていうふうにして、まあ思って来てくれるわけですね。でその中で僕が今取り入れてる、まあこれね、ノータイプの診断あります。ノータイプの診断、それから性格判断もやってます。でその2つをやった後にお客様に聞いていくと、もう一回言いますけど、メイクレッスンに来られる人っていうのは、なんとなくターニングポイントがあるという人が多いということです。もしあなたがメイクのレッスンにしたい、レッスンに行きたい、もしくはなんかメイクのことを習いたい、美容の新しいなんかライセンスを取りたいと思った時は、あなたの心の中に何かが疑問点があったり、これでいいのかっていう現実の問題に直面してる時、そしてそれをチャレンジして何か新しいことをやっていこうという時のターニングポイントが来てる。それが40であるとか45であるとか50、いろんな方がいらっしゃいます。でも大体ですね、メイクを習いたいということは、メイクを変えたいとか、新しい自分を見たいとか、発見したいとか、そういう気持ちがある、だから故に来てくれるわけですよね。だからそのタイミングで来ていただいたお客様に、僕はもうあなたのお似合いはないですよ、あなたの、カラーはこれてないですよということでいつも言います、言い続けてます。お似合いというのは一つじゃないということなんです。だからそれをですね、昨日も書きました。はい、まあ、今までちょっとね、バーッと駆け足で言いましたけども、昨日書いたことっていうのは、その大体のパターンの、多い人が、日本人独特の考え方なので、多分日本女性を元気にするっていう僕の立場からすると、もっとあなたらしく周りに気を使いすぎず、なんか自分らしくやりましょうねということが結構多いですね。僕のアドバイスの中では、
やっぱりそうは言いながら自分の自分を犠牲にして、子育てをしたり、それから介護をしたりね、もちろん両親の介護とか子育ては大事なことですけども、やっぱりもっと信じましょう、子供を信じましょうとかね、もっと親も親にお世話になったのできちっと介護したいという気持ちもあるけども、そういう時はプロのね、ケアさん、僕もそうだったんでね、自分のところでずっと、介護してましたから、ある時そう言われました。もっとね、プロの、ヘルパーさんにも頼ったらいいですよとかね、まあ、そういうなんていうかな、人に頼るっていうのも大事だし、選択肢をね、選択肢を、たくさん持つというのは大事かなと。だいたい自分にこう全部自分の責任と思って抱え込んでる人がやっぱ40代多いかなというのをメイクレッスンをしながらね感じてる次第でございます。だからこそ、もうちょっと新しい自分を発見する意味で今までやってきたメイク、例えばキュートメイクでずっとやってきた人はなんか気持ちの中でやっぱりあるんですね、なんか舐められたくない、ずっとなんか自分のことを軽視ね、軽く見られてるような感じで思ってる人が多い。だからなんかちょっとかっこいいメイクしたいとか、クールメイクしたい。でも今まで40何年可愛いとかキュートとか優しいとかってずっと言われ続けてきた。だからこそ逆にですね、そういうちょっと聡明なクール、まあ耳タイプですね、ノータイプで言うと耳タイプ、そういうクール的なメイクもしたいという願望がやっぱあるんですね、こうやってカウンセリングしていくと。でいきなし耳タイプの方じゃメイクしてくださいって言うとギャップがありすぎるので、一般のお客様には僕は低タイプから耳タイプにするときはちょっと眉のね、眉だけでも少しこう変えてみましょうかっていう、ちょっとずつこう変えていくっていうね、こういうアドバイスをしながら個別のメイクレッスンをしてます。だから個別メイクレッスンで本講座習ってるね方はなんか手と目と耳しかないんかっていう、こういう考え方でお客様にこう伝えないでくださいね、はい、もう手タイプでずっとやってきた人がいきなし耳タイプなんかやったらもう全然違う、この顔なんかちょっと怖いとかねなってしまいますから、そういう部分は徐々にですねやっていくということが非常に大事かなと思います。まあ相当僕もね、いろんな方々とのそのコミュニケーションメイクを、実践で、やってまいりましたんで、これはもう机上の理論でなくね、うちのサロンでももう20年超えた、僕が活動して25年です。でいろんなメイクアーティストの出会いもあり、美容家の方々の、まあ、ネットワークを持ってて、いろんな価値観があるっていうのはもう分かってるので、そんな中でやっぱり得意とするものみんな違いますね。で僕は僕でそういうやっぱりメイクっていうのは表面と内面をこううまく表裏一体になってますから、メイクを変えることによって内面も変わるし、内面を変えてあげることでメイクも変わっていこうとしますからね、そういうところのなんていうかな、両方をアプローチするっていうのが非常に大事かなと思います。僕やっぱりアラフォー以上の方って人生経験が結構豊かになってくるんですね。そして人生経験豊かって何かっていうと、もう周りのこともよく分かってるし、自分を客観視する力も大人っぽい経験値もあるんで、より自分をまあちょっと自責の面っていうかな、ちょっと自分を責めたりね、自分ってダメかなって思ったりする人もいてるんですよ。でそういうところをですねしっかりと、まあ、メイクだけではなく、まあ、今回は僕はメイクを通じて言ってますけども、自分が本当にしたいメイクしたらいいんですよ、はい、っていうことなんですよ。極端なことを言いますと、40になっても50になっても先生にこんなメイクをしなさいよって言われても、自分がもうちょっとこんなんしたいって言われたらそれやったらいいんですよ。でそうしながらやっていく、まあ、これ僕だから一緒に先生くださいね、僕の考え方はこうです。世の中が右へバーッと流れたら僕はその逆を行きたい、左へ行く、もしくは右へ流れたら後ろへ行くみたいな、なんかちょっとそういう反骨心というか、なんか反抗するちょっとそういう気持ちがある。でそのちょっとしたその気持ちがあることによって新しいことを生み出してきたんですよね。だから美容もそうですし、メイクの仕事も後発でやりだしたら今の世の中の美容ってこうやなって、大きな流れはこうやなと思ったら、その流れに行くとですね、もう僕ら後発で、まあ言ったら今59ですからね、その考え方でいくと埋もれてしまいますよね。だからいや違うぞと、こういう考えもあるぞとか、なんかこう自分のこう行く道をですね、いくつもね
人に言われてんじゃなくて、いくつも自分で選択肢を考えるんですよね。そしてその中で自分に腑に落ちる、あ、これ自分やってみたいなと思うことをやる。そしたらなんか新しいものが出来上がる、創造クリエイティブなものが出来上がる。でこれはもうメイクもそうだし、美容の考えもそうだし、自分の人生、職場、人の付き合い方、自分の人生の、まあ、最終的な価値観ですね。そういうところに自分の軸を持てるというふうにして僕は思ってますんでね。僕の和歌山の地元ではね、いろんなそのメイクの考え方などね、お仕事をされてる方がやっぱりいてて、でそんな話で一緒にするんですよ。で全てね、それが無限で否定的に思ってなくて、それもいいしこれもいいしということがある。でも決めるのはお客様で、そのお客様が自分に一番いいものを提案してあげたらいいわけで、そしてその幅が、提案したものが縮まる可能性が縮まらないような提案をする。そうしないとですね、本当に美容家あるある、僕もそうですけどね、含めね、僕もよかれと思って言ってきたことが、あ、ちょっと違うなって途中で気づいたりね、やっぱり最初言ってたことと自分がやっぱり、いいと思ってやってたことね、変わりますよね。これも仕方ないですよね。絶対はない。で時代の流れが早いから時代の価値観も変わってくる。だからどうしてもその時々に自分がいいというものを選択して、そしてお伝えをするっていうのは、まあ、僕らの、まあ、使命かと思ってるので、このライブ配信も毎週毎週やってますけども、やっぱりちょっとその時に自分のこう気持ちにね、これは絶対ちょっと伝えとかなあかんとかね、やっぱあるんですよね。でここ最近40代の方々が非常にその個別メイクで悩まれて来られるんで、余計にそこが分かる。また、初めての方ね、この後アーカイブを見て、なんか面白そうやなっていう方は、この個別オンラインのこの QR コード、今ね、僕らこっち側に貼ってますんで、はい、こちらを見てですね、ここをクリックしてみてください。オンライン講座ですね、僕と、対面、こういう感じで、はい、オンラインでやりながら、2時間、大体2時間半ぐらいかかるかな。ノータイプ診断からね、性格判断やらいろいろやって、そして今日お話30分させてもらいましたけど、あなたに、まあ、今最も必要とされるようなメイク、これ一つではないですけども、まあ、まずは今こういう風なメイクでやってみたらいかがですかという提案はさせてもらいます。はい、それでは日曜日皆さん、この後楽しんでください。ありがとうございました。またお会いしましょう。来週です。